なるほど。3位か。まあでもね、多分ね、正直ね、これはね、謙遜とかじゃなくて、多分ね、中身以上の数字になってると思う。マイリス6000とかって多分ちょっとおかしいじゃん。おかしくない？マイリス6000って。多分さ、まあ6年ぶりだし、ご祝儀入ってるでしょ、かなり。ご祝儀入ってるでしょ。でも信者の数っていうか、でもこれは俺が6年間生放送頑張ってきて、応援したいよっていう人の数も多分大多数4000人とか5000人入ってると思うんだよね。で、一応俺ね、今回の実況としては、本当にね、そういう自分の視聴者完全無視して、新規だけ意識して撮ったんだけど、多分それもあんまり、まあでも、俺いつ上げたっけ？ 8 時に上げて、9万ぐらい。で、これ今1個前のランキングだから10万弱ぐらいでしょ、今。10万弱ぐらいでしょ。いつかは絶対撮るわ。普通に。だからみんなもさ、なんか、そわそわしたでしょ。今日8時。そわそわしなかった？え、なんか、もう見れねえみたいなさ。見れなくなかった？で、ちょっとさ、多分視聴者も慣れてないでしょ。俺もね、もう本当にね、もうね、朝の電車の中で感情失禁してて、もうどうしようみたいな感じで。ちょっとね、内容もまだ俺も納得してないし、視聴者もコメントなんて打っていいか分かんないと思うんだよね。じゃあ、アニメゲーム勝てて1位とか、そんなのやっぱ、なんて内容が伴ってなければ意味ないというか。ねえ。ただね、なんていうの、実力出してこれなんだよね、俺。全部、今現在の、力を全部出してのこれなのね。で、これが俺の実力なの、今。これ以上の面白い動画撮れなかったのね。7月20日から8月1日の間には。1位見てみるか。ゆっくり動画。猫いつらが生きるんだ！次1位！俺が次1位取るからな！乳搾りで取りやがってよ！俺が10日間目を腐らせてよ！取ったのによ、乳搾りで取りやがってよ、簡単によ！毎日だから。え、でもね、ちょっとね、俺ね、俺実況上げまくるわ。多分慣れればね、俺多分相当面白い実況取れると思うんだよね。本当に。慣れればね、でも俺天才型じゃないの、本当に。何回もやらないと俺ね、わかんないの。で、なんか、マザー牧場。なんでマザー牧場の乳搾りに負けてんだよ、ここでよ。